現役なわけなんですけども、どうですか、引退決めるときに黒選手どうですか、やっぱりちょっとこうどういう気持ちで辞めるときは。やっぱ寂しかったです。寂しいよね。やっぱり選手が一番ですからね。でもまあ、この先ずっとできるわけでもないし、冷静に考えて、決めました。今はどういう仕事してるんですか。今はスクールコーチにしてます。クローカーのね、はい、でもさ、こう自分がそのプレーしたクラブで自分が教えている子供が将来フロンターレのここでプレーするかもしれないでしょ。泣いちゃうんですか。まあ誰も触ってない。まあ何も落としてるんじゃないけど、そうなったら本当になんかあやっててよかったなってなるんでしょうね、多分。自分でこう、なんていうの、コーチやりながらね、そのフロンターレにまた戻ってきたんですけど、戻ってきた時の気持ちはどうだったんですか。俺戻ってきていいのかなって最初思って、まあ、こんだけ全然みんな喜んでてもよ、こんだけ月日経ってなんだよって思われたらどうしようって正直思ってたんですけど、まあこんだけ集まってくれて歓迎されることは本当にありがたいです。ありがとうございます。もう僕は左利きの素晴らしい選手をぜひ届けに送り込んでほしいなと、送り込みたいですね。下部組織出身の左利きってあんまり出てきてないんで。あ、そうなんですか。そうそんなたくさん出てきたもんね。頑張ります。左利きがあれじゃ特別じゃないですか。だからそういう意味じゃそういう選手を育ててほしいなと思いますけども、パリは今は仕事は何だったの。ちょっと大変言いづらいんですけど、はい、今日対戦する、サガン鳥栖のスカウトをやっています。言いづらいですね。今日来てたからちょうどここに来てるだけで、だから逆に良かったでしょ、公園ボクシングで来てるのだから。そうです。サッカーずっと気にしてて、僕サガン鳥栖なんですけど、いろいろ喋って大丈夫ですかね。はい、フロンターレのサポーターみんなフロンターレに所属していた選手たちをみんな愛してるわけですよ。こんなん幸せですよ。もうブーとか言われるわけじゃなくて、拍手してこうやって迎えてくれて、いつまたフロンターレに戻ってくるか分かんないじゃないですか。それはね、佐賀の方が聞いてほしい。あまり言わない。でも谷はそのどうですか、自分としてはどういう選手をこのスカウトしたいとかね、自分的にはこうどういう選手を取りに行くか。佐賀でも6年間プレーしたので、そうだよね、長いよね、佐賀も6年だもんね。まあ、サガン鳥栖らしさ、サガン鳥栖らしいプレーヤーも関東にもたくさんいると思うので、それはさ、説明しづらいので、以下が説明しづらいので、サガン鳥栖らしい選手はどういう選手なの。サガン鳥栖らしい選手はどういう選手なの。サガン鳥栖らしい選手、今、谷が言ってたんだけど聞いてね。ここに来るんですか。じゃあ何でも話せるかなって。いやハードワークじゃないですかね。あさすがだ。何でも答えられる。それしかないですよ。でもじゃあハードワークできる。はい。まあ、ちょっとその川崎のサッカーとまた違う。でもそれもいやフロンターレもそういう選手かつ技術があった方がいいよ。そうです、ね。はい。まあ、でもまあ上手い選手多いので。はい。まあ川崎さんと取り合っても負けちゃうので。そんなリアルな現状はね。まあでもね、それで今一生懸命やってるんですけど、どうする、自分がこう選手やってた時と今とは仕事が違うじゃないですか。はい。ちょっとこう引退して体がなまったりとかしていってるじゃないですか。あんまり動いてないんですよね。はい。でも全然変わってないよね、体型も。ちょっとたまにジムに行ったりちょっと膝が痛くてあんまりボール蹴れないんで。ああ、そうだね。怪我ね、最後怪我離れでね、大変だったからね。実際どうですか、フロンターレの選手見ててこの選手欲しいっていう選手がいれば、若い選手レンタルとか。ああ、そうですね。こうやって言ったらブーイングじゃないですか。でもね、フロンターレとしてはそのやっぱりいろんなタイもそうだし、そのフランチームと関わりながらやっぱやってきてるわけで、フロンターレだけでジュリーが成立してるんじゃないかな。まあ、一番欲しい選手はやっぱり14番の選手です。それは無理だ。今全自陣だよ。そうですね。はい、まあまあ、じゃあ中村健吾どうですか、やっぱりこう今も現役ですけど何がすごかったですか。何がすごい、はい、本当両足で
どこにでもボール蹴れるってこと。ボールの置くところがやっぱり全然他の選手とは違うと思いますし、はい、やっぱり一緒にやっててあれほどの選手がやっぱりいなかったんで。やっぱそうですか、はい、やっぱすごかったんだね。すごかったです。健吾とは話したんですか、引退するってなった時。まあ少しだけ話しました。何なんて言ってました。いや結構あっさりしてるので、ね、そうなんだ。あ、そうなんだ。そんな感じです。伊賀君はどうですか。今香港にいますけども。はい、香港でブラブラしてます。ブラブラはしないで。香港ね、大変じゃないですか。いやいろいろあってさ、もういやマジで大変ですの。もう、ね、昨年の6月にプロテスト、まあ、デモが始まり、ね、まあ、そこからちょっと落ち着いたと思ったらコロナウイルスって、ね、本当にちょっと大ダメージです ね、 ね、はい、だけど実際もう監督やってるでしょ。だってやはりやらさせていただいてます。香港サンブですね。香港のビルド3というチームで今監督をやらさせてもらっています。多分久保も谷も伊藤が監督みたいなふうに思ってると思うんで。大丈夫。いやだからその初めてその監督という立場にならせてもらって大変さを痛感しましたね。分かる分かる。そう分かる。そう分かるでしょ。そのプレイヤーから指導者に変わった時に、なんて指導者の方ってすごい作業をしたんだ。分かる、すごい、すごい。ゲームの時は選手も監督のことを罵倒しかしないもんね。なんで言うこと聞かないですからね。そうそう、なんであいつみたいな。それ結構だけだと思いますよ。多分聞いてるかもしれない。まあ、あとはね、昨日も僕も一緒に仕事しましたけど、ライバーやってるし今。そうです、今も流れてる。皆さんちょっといいですか、アピールしても。せっかくのから見せてもらおうよ。出てるんですけど、僕今17ライブというものを今やってまして、まあ、YouTuber みたいな感じでライバーとして今活動もさせてもらってます。今ここちょっと待って、ここで本当に生配信しております。それでできるんだよこれ、はい、恐ろしい世の中だよね。騙されないでください。え、騙されないでください。どういうこと。昨日も一緒にやってたんだけど、これで全部生配信されてるから言ってるのも全部流れてるんでしょ、世の中に。そうです、ここで見てるいる方もいらっしゃるので。17アプリっていうのアプリをダウンロードすると見える。そうです、これダウンロードしてないもん。なのでぜひとも皆さんのダウンロードして僕をフォローしてくれればと助かります。はい、よろしくお願いします。見れば見るほど以外は儲かるシステムだから香港で仕事があんまりないらしいので皆さん見てあげてください。今大変だと思う。大変だよ、いろんな大変だと思うけど。まあこの後ピッチで挨拶があると思いますけども、まあ、今後自分はどういう風に生きていきたいかってお世話聞きたいですけど、黒塚はどうですか。やっぱりいい選手育てたいなと。ね、全然でも老けないよね。めちゃめちゃ若い。今何歳なの。37っす。まだ若いか。37か、はいはい、いい選手育てたい。そうですね、やっぱり僕も指導者からいろいろ教わってきて、こういう立場になったので、うん、まあ黒津さんに教えてもらったからみたいな指導者になりたいですね。おー、いいね。だからそういう選手がもしオードメのピッチだと泣くわな。そうですね、まあ、夢はそうです、ね、そういうよね、うん、あるわ。はい、話聞いてた。タイはさ、今日トークショーやるって言った時に嫌だって言ったんですよね。あー、いいそう。ほんと喋るの嫌だから、とか哲夫さんだったらいいですってわけのわからないこと言って俺が司会になっちゃったっていう経緯があるんです。